はい、ことでね、珍しい校舎ホームに来ましたね、このまま改装になるらしくて黒潮が来ましたね、うん、ここはね、ここもそういえば昔あのね、まあ、一応ターミナルシリーズで、ね、まだ完結してませんけど、あれやってましたからね、そうそうそう、ここもターミナルがあるんですよね、実はあのここ面白いですよね、1、3、4、5、4面5線というね、1、2、3、4、5、6、4面6線か、ね、4面6線なんで相当実は広い駅なんですけど、実は天王寺駅ってまだ他にもホームがあるんですよね、ね、14、13の高架がね、ここに15、16があるでしょ、あ、こっちや、そう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 、さらにこっちに1から8のね、ホームがあるんですよね、ね、先とはまた別のところですよ、で、こっちに上がってきたら上がってきたらまたこっちにもホームがある、めちゃくちゃ広いですね、これ日の出の雪になってますけど、こんな感じでね、ここは校舎専用になってますけど、そうすると400円とか、あ、これドリンク付き、ドリンク付きで400円ならいいですね、そう、大阪、名古屋がよくね、モーニングセットって言うじゃないですか、あれ、ようよう考えてみると、こっちの方って、結局普通にトーストセットとかああいう形で、めっちゃ安いメニューがあるんで、ね、詰まるところ結局セットの料金が安いから、そう何かあるのかな、まあでもまあ名古屋安いのは安いですけどね、なんかもううちのチャンネル名物になりつつあります、このターミナルね、なんか JR もなんやかんやってターミナルを結構制覇してるんですよ、これ JR ってターミナルこういう駅ね少ないですからね、そうここにあるんですね、ターミナル、いやそうなんです、でここもね、なんやかんや広い、こっちの方のがね、こっちも人はいっぱいいるんですけどね、あの向こうのホームと比べるとやはり、意外と利用者が少ない、落ち着いたホームではありますので面白いです、ですから向こうが5面6線、向こうが5面6線に対してこっちが1、こっちが何番あるの、1、2、3、4、5、6、7、8、8線ですから、線数で言うたら5面6線、6線と8線やから14線、14線ってすごいですよね、でこちら側はくし形で、こういう風な方になっておると、かなり近代的な作りですよね、 JR、 あ、でここに車両止めがかまってクッションになって、万一高速で突っ込んできてもこう衝撃が吸収できて、よりあれでしょうね、こうできるようなあれなんでしょうね、なんか最近ずっとターミナルばっかし見てるんで、意外と違いあるんですね、こんな端っこ、でこっちの方はほぼほぼ量しかないのかな、これはメニューは、あ、これなんか一緒っぽいな、同じようなメニューですよね、うん、かけうどん250円、やっぱ安いですね、日本車場が作ってるんですね、日車ですね、そっちの方にもこういう風にあるんですね、ナンバー5ってなってるよ、 JR 西日本は結構これ入ってるのかな、 JR のターミナル、いろんなところのターミナルを見るのもちょっと面白そうですね、最近、言うてね、ターミナル全制覇しましたから、近鉄はちょっといろんなところまた見ていきたいなと、うん、思いますね、ちょっと隙あらば、ただこちら側に来てしまうとね、実は阿部の橋との乗り換えとはまあ反対ということなんでね、実はこの長い、14線以上あるホームをまた私はずっと歩いていかないといけません、エアポート、関空特急とかもこっちに来るんですね、これは関西空港和歌山ってなってるってことは多層建てなんですね、まあ、 鉄道好きの人やったらそんな当たり前やと思うかもしれませんけど、こういう列車が今も走ってるっていうのは面白いですね、こっちって OR4 撮ってますね、自販機で多分ブルボンがあれなんかな、強いのかな、うん、近鉄の駅でもこうよく見かけますよね、どこやったっけ、道明寺の駅なんかでも見かけましたよね、トイレの横にあったのか、こんな右手前は駅ですね、本当にすごいな、何やかんやって横一列ですから、ね、
あの高さが違うとはいえ、でここからそのまま入れるんですね。わあ、でこっち側に来るとすごい人やな。わあ、いろんな列車、特急列車のはね、案内とかいっぱい出ています。天王寺駅はやはり、ね、梅田とかね、いろんなところ有名ですけど、ここも JR の南の玄関口ターミナルといって問題はないんじゃないでしょうか。さあ、いや誰も異論はないですよね。さあ、来た。ああ、取れた取れた。いやちょっと調子悪いんですよね、これ、うわすごいな、まあ、さ人いますね。まあ土曜日の夜6時7時か、あまあ一番この時間でもある時間なんでしょうけど、